네. 야후 후대 이렇게 했었어. 아, 야후 후대? 우리 모두 투수 만났어요. 자, 단단한 고음이 있었기 마시되 라바소 6경매 요로시 권하겠습니다.
ソ連に入って今度はロンドンの屋上に行きまして、日本語で言いますと、ここ掘れ子馬、ここ掘れ子馬、ね、じゃあ、早速間違えるところからやってみたいと思います。
ストソング。はい。これワンマスターっていうのは、ね、まあ、曲ばらしますけど、9時9分の次の電車で、あのテケちゃんがね住んでるところにみんなで飲み会をしたことがあって、だから908号室なんですよ。ああ、惜しかった。1個前だったっていうね。でも車で909まで来るよ。思い切ったら九島の時代かなと思ってるから。なるほどなるほど。それは多分わからんだろうな。で、これでもジョンが中学生ぐらいの作った曲なんでしょ。うん、16歳ね。うん、ね、BBC にね、ロックンロールバージョン入って、あれはあれでまた結構いい曲ですけどね。で、まあ最後の曲になるんですけど、ちょっとメンバーチェンジを、メンバーチェンジってメンバー紹介をね。はい。メンバーチェンジがやばいですね。じゃあドラお客様から向かって右から、ドラム1500円で武道館に入る権利のある村山様です。で、今日は何ですかね、シェアジャケの黒いやつ、いや、あれ90年のポール来日の、あ、なるほど、毛沢東区ですね。90年の時って言ったら東京だけだった時の、フィギュアオブエイトの、あ、なるほど、その一緒と一緒なんですか。素晴らしい、ローラ山本さんの出会いです。で、今日一人だけリーゼントと革ジャンみたいな、ハンブルグ時代のジョージみたいな、服を着ております。ジャーパーもちょっと見つけたんですけど、結構形も同じで。なるほど、ちょうだい。これ本革じゃなくて偽革なんで、ちょっと怒られるし、ジョージテケテケです。よろしくお願いします。ありがとうございます。で、本来はですね、東一くんというキーボードがいるんですけど、ちょっと今日はなんか何かしてる、忙しくてですね、週に3回ぐらいね演奏してるんで、その余りをバンブルビーツにちょっと使ってくださいみたいな感じですけど、ちょっと今日スケジュールがありませんでしたので、トラで、ドクタートラ、トラです、スケット、ドクターロバーツから、ドクターロバーツではパティさんって呼ばれてるんですね。エラスキャットさんで、パティさん、文句は受け付けないそうです。パティさんで、ね、いつもはバンマチでもうバンドを引っ張ってくれますね、上役のカーツさんです。はい、よろしくお願いします。じゃあ、予定としては最後で、ね、で、まあ、今日が1番目で、まあ、2番目、3番目、どっちだっけ、スイッチャーズさん と、マイナーさんですね。で、まだずっとこのカードも、ね、ありますので、ぜひ今日はちょっと土曜日の夜ということで、ゲストを楽しんでいただければと、ね、思いますので、で、はい、実はですね、計画中なんですけど、中央区の某屋上を借りてライブをしようかなと思ってますので、で、お友達、ライブというよりお友達焼肉パーティー演奏会みたいな企画してますんで、お声をおかけするかもしれませんので、大名あたりになると思います。ちょうど高さもルーフトップと同じような高さのいい場所があったんで、ちょっと秋ぐらいにできたらいいかなと思ってますので、よろしくお願いします。その時はじゃあ、やりたいと思います。Thank you.
Thank you.
とうございました。